にちは。今回は僕の今後について話していこうと思います。タイトルですでに分かってると思うんですけど、4月から東京中央美容外科の方で美容医療の道に進もうと思っています。これを言うと、結局お前も邪道の美容の道に進むのかと思う人もいると思います。美容という医学とはまた別の道に進むことに対して9月にどうするか悩んでたんですけど、最後の最後まで悩みました。内定書類を郵送する時も、一旦郵便局に入った後に立ち止まって外に出て、これでいいのかと葛藤した覚えがあります。もともとは僕スポーツが得意なので、将来は整形外科医としてスポーツドクターになることを目指していました。ただ奨学金の縛りなんかもあって、来ていいよとか言ってくれていた病院なども結局進むことが難しかったです。ただ都立病院の先生だけは、学生の頃から仲良くしてたんですけど、転院は知ってるけど研修できるように調整してあげるよっていうことで言ってくれていました。ただやっぱりどうしてもなんか医局との兼ね合いだとかそういうのでゴタゴタして、なんかすごい迷っていました。その中で、その選択をすると結局普通に医師をして、本当に自分のやりたいことなりたいことができない、そんな気もしていました。実際に学生の頃輝いて見えていた3年未婚の先生たちは、研修医の立場で見ると雑用に忙殺されて、なんか死んだ魚の目をしているように僕には思いました。なんか俺が思っていた志望はそこにはありませんでした。そんな時にたまたま同期の研修医の子が東京中央美容外科の方に見学に行って、YouTube をして絶賛怒られているっていう研修医がいると話したそうなんですけど、その時にうちはそういうのウェルカムだよって言ってくれてるっていうのを聞きました。実際にそこの病院のマリコ先生の TikTok とかで病院内で踊って楽しそうにしているのを見て、やっぱり美容外科ってぶっ飛んでるなと思いました。それとともに自分のしたいことを自由に表現できる環境って素晴らしいなとも思いました。なんか俺はこのまま普通に勤務医を続けて、自分のやりたいことを我慢して後悔しないだろうか。そこで9月くらいに出したんですけど、医師のキャリアと今後の人生で言っていたように、他の人とは違う美容外科の道に進むことに決めました。もともとギラギラした世界で、僕結構上昇志向高い方だと思うので、美容外科医には結構興味がありました。ただどちらにしても専門医を取ってからにしようと思っていたので、やはり勇気がいる決断でした。ただ今この決断をして本当に良かったと思っています。自分自身で迷い悩み出した自分の人生、他人に何を言われようと俺はこの世界で結果を出す。自然となんかできないと思ったことはないんですよね。俺はいつも他人に無理だろうとかバカにされるぐらいの挑戦の方がやりがいを感じます。みんなができることよりもみんなができないことに挑戦したいです。俺はこの先美容の世界に行くと決めました。これからも努力し続けますし、勉強もし続けます。俺ならできると自分自身を信じています。そしてそれと同時に、起業して自分がプロデュースする健康管理アプリやサプリメント、美容関連の商品なども作っていきたいと思っています。まずそういうコストの比較的かからないもので経営の方法を学んだ後に、前からずっと言っているドバイにクリニックの開設や、他のことでもいいんですけど進出したいと思っています。そしてその先は東南アジアを中心に世界に自分のクリニックや会社を拡大していく、これが俺の今の夢と目標です。ただ一点だけ残念なのは、ドバイでもし医者をするってなると専門医が必要です。美容外科はちょっとよくわからないんですけど、ただもし、別にクリニックで僕が働かなくてもドバイで誰かを雇ってしようと思っています。最後に何を僕が伝えたいかっていうと、本当に一度きりの自分の人生大事にした方がいいです。なんか例えばやりたくないことを延々と続けて、親にこうしろって言われるからとか、友達にバカにされるのが怖いからとか、そうやって言い訳して自分のやりたいことやなりたいことを我慢するのは本当にもったいないです。マジで人生は一回きりです。今こうして俺のバカみたいな夢を語っているバカみたいな動画を見ているこの時間も、かけがえのないもう戻ってこない1分1秒です。なんか俺は小学校中学校の時は、学校の同級生とかがなんか将来の夢なんかでプロ野球選手になりたいですとかいうのを書いてるのを見ると、そんなのなれるわけないだろっていうバカにするようなすごい冷めたクソガキでした。ただ今はなんか毎年年を取れば取るほど、なんかバカみたいな夢と目標がどんどん出てきて、実際にこれ達成を俺できるだろうっていう風に本気で信じています。何回失敗しても周りの奴らにバカにされて、何を言われても俺は誰よりも自分自身のことを信じています。俺ならできるっていつも言ってるんですけど、一人一人幸せの価値観は違っていて、例えばてか都会じゃなくて田舎の方がいいっていう人もいますし、なんていうんですかね、贅沢した生活じゃなくて普通に家族で休日にキャンプ行って楽しむみたいな生活が楽しいと思う人もいるじゃないですか。幸せの価値観はそれぞれ違います。自分がなりたいことをやりたいことを実現できている人生なら、他人に何て言われようと関係ないと思っています。ただ僕はせっかく人生一度きりなんで、男にやっぱり生まれたらバカにされるようなでかい夢と目標を持って全力でそれに取り組みたいと思います。やりたいことを我慢して、やりたいことで輝いている奴らに嫉妬して、休日に飲みに行って愚痴を言って満足をするような男になるために僕は生まれてきたわけではありません。他人に決められた平凡な道ではなくて、自分の決めた茨の道を突き進む。じゃあてっぺん取ってくるわ。見とけよ。じゃあな。